こんにちは。ここは沖縄県糸満市、今日はですね、9月の20日、明日台風17号がこの沖縄本島を直撃します。というわけで今日の全日空の最終便はもうすでに欠航、 JAL も欠航が明日の朝一番から決まり、私の予約していたジェットスターも、欠航が決まりました。明後日の夕方まで、便はないそうです。そしてまた、明日日本国全日空両方とも、夕方ぐらいまでは全便欠航が決まっています。沖縄本島への釘付け、そして行程の大幅な遅れはもう避けられないものとなったかに見えましたが、先ほど上空を飛んでいくスカイマークの飛行機を見つけ、そうかスカイマークがあった、調べてみるとなんと21時50分発中部空港行きにはまだ空きがあって、割と安い値段1万2000円で乗ることができ、かつどうも欠航しないようだということが分かりました。これから強風の吹きつさぶ中ですが、飛行機はまだ大丈夫だそうなので、スカイマーク何便だったかな、もう予約した時に忘れちゃいましたが、それに乗って東京、失礼間違えた、中部空港まで帰ろうと思います。ご注意願います。次は終点糸満。沖縄本島で頑張っている琉球バス交通、結構バス同士の乗り継ぎがいいダイヤというか、バスの本数が多くて今日は一日助かりました。もっとも時間通り来ないのですが、まあ、それはこの会社のせいというよりは道路渋滞のせいなんでね。いや困った、大変なことになった。あそこ始発駅なのになんかすでにもうバスのダイヤがめちゃめちゃなってて違う行き先だったんですよ。で県庁前に行きたいんですよ、これでいいですかって言ったら、それはそれだったんですが、ものすごい遠回りするやつに乗ってしまって、あれに乗っていたらもうとんでもないことになる。しかし、どうしたらいいんだろうな、タクシー使うしかないけどそんなお金もないしな。まあただね、そうは言ったけど、那覇行きっていう行き先だけ見て系統の番号を確認しなかった私が悪いのかな、やっぱりね。いや困ったな、どうしたらいいんだろうな本当に。始発のバスターミナルでバスの時刻がめちゃくちゃって、そんなことあります？さっき私の乗ったあのバスですらなんか時間がもう大幅にずれていたようだしな、あそこが始発だったのに。とにかくもう何が何でも帰らないと、名古屋に行けなくなる。もう明日一日も全部無駄になるし、買った航空券も無駄になるし、なんということだ。誰か乗せてくれませんかね。とにかく1キロバスがもう気づいた時には違う方の道へ入ってしまったので、走って戻らないといけない。ちゃんと聞いたんだけどな、でも乗るときに県庁前まで急いで行きたいんですけど、これでいいですか。そしたらね、予定より30分ぐらい遅く着くバスだった。でも降りなきゃよかったかな、それより早く行く方法もないような気がします。まあ、まず一時は間違った方向に行きましたけどね、ただ間違った方向に着いた瞬間気づいたので、その後すぐ折り返してきて、で1キロほど距離はありましたが、すぐ走って戻ってきました。こんなに早く着くとはね、下り坂だったおかげでもあります。まあ、ただ幸いなことにこの糸満線は夜8時台まで1時間4本もしくは5本の運行ということで本数が多いです。お客さん全然今のところ乗ってないんですけどね、これに助けられました。沖縄のバス路線は非常に充実しています。とはいえバスが時間通り出てくれるかはわからないんですが、今度のバスはしっかり時間通り出てくれているようです。現在地を確認、今2つ前の停留所、これだったら時間通りに来るな。赤峰駅に着きました。ここは日本最南端の駅です。バスはこの駅に9分延着しました。しかしもうこれから先はバスに乗ることはないので、まだ9分の遅れならギリギリ間に合うはず。本当はこれから那覇空港までわずか1駅ですが、しかし一旦県庁前駅近く、そこから歩いて3分の、私の泊まっているところに荷物を取りに行かなければいけません。ところが今日は幸か不幸か、モノレールのダイヤも崩壊していたのでした。正確にはおそらく計画的な減便、列車がすぐに来てくれるといいんですけど、どうでしょうか。今県庁前駅に戻ってきたんですけど、今から35分後に那覇空港のスカイマークの搭乗手続き時刻が終わります。つまり乗れなくなります。ここからモノレールで那覇空港まで20分、列車がいつ来るか分かりません。間に合うのかな。なんかね、那覇の道はこういう風な感じでタイル張りなんで滑りやすいんですよね。だから本気で走ると危ない。よしよし、車なし、頑張るぞ。
怒涛の勢いでチェックアウトしてきました。さあ間に合えよ。もう鉄道だけが唯一頼みの綱ですから、道路はもういつも那覇市内は壊滅してますんでね。行ってしまった。間に合わなかった。ただまだ頼みの綱もあって、夕方のスカイマークの運行時刻を見るとどうも10分ほど羽田行きが遅れているようです。名古屋行きは夕方の運行がなかったのでどうなるかわからないんですが、那覇空港への到着がもし遅れればその分だけ出発も遅れることになります。でそして、搭乗手続きが少し繰り下げということになるかもしれません。向こうから次の列車が来ました。今何分かな。今時刻は21時13分やっぱり時刻通り来てるんだな。でね、もう失意の中モノレールに乗ってたんですけど、なんか見たらもう次が那覇空港だって言うんです。あれずいぶん早いの、おかしいなと思ってね確認してみたんですが、これ私のさっき見てたヤフー乗り換えアプリなんですけど、県庁前から那覇空港まで13分らしいんですね。ただ一応那覇空港の駅から、那覇空港空港ターミナルまでヤフーの乗り換えアプリが7分かかるという計算でやってるみたい。だから間に合わないということだったんですが、21時27分なら手続き締め切りの3分前ですから、ギリギリ間に合うんじゃないか。まもなく終点の那覇空港駅に到着します。しかしそうは言っても3分しかないので、急いで走っていかなければ到着、いや出発ロビーまでには間に合いません。みんなにぶつからないようにしないとね。ちょっとでもそういうことやらかすと多分もうすぐツイッターとかで炎上するだろうからな。うわなんか違和感があるけどこれで行くしかない。今放送でこのアナウンスを持って全ての手続き終了しますって言ってましたけど、まだ29分なんだけど。いや、なんとなんとバカなことにですね、間に合ったんですけども、明日の分を予約してた。で、今日の予約はもう当然のように満員だったのでした。そりゃそうですよね。みんななんとかして本土に帰りたいもんな。で、もう今回のね、沖縄から脱出にかかる費用に関しては全部除外ということになってましたんで、じゃあ国際線で外国経由で帰ってやろうと思ったんですけど、国際線ももうすでに全部運休、まあ、しかももともと運行の時間は終わっていたのでした。まあ、しかし幸いなことにスカイマークもこのような状況であるから明日の払い戻しについては無手数料でやってもらえるそうです。これはまあ良かった。金銭的損失はほとんど発生してません。まあユイレールに3回ね、用もなく乗りましたんで、それで780円かかってますけどね。空港食堂は8時で終わりみたいなんですけど、那覇空港には他にも割と手頃な食事ができるところあります。まあ、でもともかく良かったですよ。今日の沖縄線の船籍巡りについてはね、大雨に降られたりとか途中困難をかなり覚悟していたんですが、実際のところ全く何ともありませんでした。もう沖縄の大雨はね、嵐ですから、強風を伴いますんで傘とかあっても用をなさないしね、途中で中止せざるを得ないんじゃないかと思ったんですが、全部うまくいきました。今日はね、久々にマイク使ってないもんで、マイクずーっと使ってるんですよ、この旅の初めからね。ちょっと今回に関しては使う余裕がなかったら、もう適当な音声になってるとかご容赦ください。まだ何か言ってる。今日なんか空港がもしかしたらずっと開いてるのかな。のんびりしてましたけど、よく考えたらね、私の泊まっていた、ゲストハウスというかな、相部屋の部屋ですけども、あそこね、23時までがチェックインの期限なんです。で、私さっきチェックアウトしてきてしまいましたが、まあ事情を言えば多分何もまだしてないと思いますんで、もう一度利用できるはずです。ただ23時を過ぎるともう中に入れなくなっちゃいますんで、今ね、22時20分、まあまだ大丈夫でしょう。で、県庁前駅に戻ってきました。あれですね、ちゃんと行ってなかったと思うんですけど、予約しておいた明日のジェットスター10時50分発那覇空港駅ですが、まあ、もちろん休校になりました。休校じゃない、間違い、大学生特有の間違い、欠航になりました。だからまあ今日こんだけバタバタしてたんですね。で、
明日なんですが、いろいろ調べた結果一番早いのは全日空名古屋行きでしたが、それはもう満席になっていて、本日の時点では、それから15分後にね、日本航空の名古屋行きもありまして、それは結構空きがまだある状態、結構あるって感じではないかな。一応残りわずかって出てたんですけど、これはまあ私が上級会員だからなのか、それとも誰でもそうなのか分かるんですが、だから残りわずかなんだけど、普通にマイルで予約できるみたいで、マイルも十分あったんで、じゃあということで持っていたね、私のマイルで JAL の航空券を予約しました。明日はそれが欠航にならなければ無事に帰れるはずです。その後は一応大幅に遅れますけれども、中部地方の観光を観光します。で、今回ですね、そのスカイマークの運賃についてはギリギリ自費で出せそうだったんで、自費っていうか今回の予算から拠出できそうだったんで、それで予算の範囲内で名古屋まで行くということでやろうと思っていたんですけども、さすがにね、まず JAL の運賃3万8000円ですから、今日現金で払うとね、それを拠出できる予算はもうどこにもね、残ってはいませんし、それから今回は特典航空券ということで、持ってるポイントを使って、これは私が前々からね、蓄えたものですけども、それでタダで乗るということになりました。いや、ちょっとそれでタダに乗ってるとは言ってもね、私が過去にジャバジャバ金使ったその結果、そこに航空券無料で手に入るということになってるわけですから、ちょっとそれ違うんじゃないかなって気はするんですけども、しかしね、今回はちょっと非常時なので、申し訳ないですがご理解ください。また予兆の風速の予想は35メートルとなっています。すごいですね。台風の、ね、定義って確か私大学で教わりまして、 12.8 メートル毎秒が、台風の風速の定義の一つだったと思うんですけども、そんなもん圧倒的にしている、もう圧倒してます。それはでも当たり前っちゃ当たり前ですよね。だって、沖縄にいる方が台風の威力は強いわけですから、よく考えてみればね、初めて本気の台風を体感するということになりまして、これはこれで貴重な機会かもしれません。なんか道路上に竜巻みたいなものが今できてたの大丈夫かな、初めて見ましたけど、落ち葉がぐるぐる、渦を巻いていった。うわうわ、雨が押し寄せてくる、早く走って逃げよう。今ね、沖縄県民も走ってましたから、これは多分嵐のバイクだったのかな。なんか沖縄県民は嵐を察知する能力に長けてるそうですけど、ちょっとね、うわぁ、でも風だけだな、雨は大したことないわ。風速35メートルっていうのはなんか防災博物館みたいなところ、札幌にあるんですけど、そこで体験したのがありましたけど、そんだけで、実際街を歩いたことなんかないんで、明日の朝危なくて出かけられないかもしれないから、朝ごはんと飲料水を買っておいたのです。それでコンビニに行ってたんですが、いやスカイマーク今日乗れればよかったけど、明日の台風観光、今年初めての沖縄本島直撃という台風17号の観光も楽しみにしています。まだ愛してよかったよかった、どうもありがとうございました。さて、おはようございます。どうなっとるかな。おはようございます。ちょっと見てみよう。ああ、こんな感じか。タクシーから人が降りてきたぞ。運転手さんかな、あれは運転手さんですよね。運転席から降りてきてるのが当たり前か。割と普通に生活してる。雨は降ってません。降ってるか、降ってるけど風が強いけどって感じかな。モノレールはなんか運転してないような気がしますけどね。どうでしょうか。飛行機は全部休航、休航じゃない、間違えた、欠航、ここは沖縄本島那覇市。今日は名古屋に帰り、その後三重県方面を目指すことになっていますが、本日ただいま台風17号の暴風域の中におりまして、この先どうなるかはまだ明らかではありません。沖縄の本場の台風を
ちょっとね、不要不急の外出をするというのを動画にすることはちょっとできかねるので、外に出てその様子を、見る、やじ馬をするということはしませんが、大体こんな感じ。那覇市内はどうなんでしょうね。学校とか休みになってるのかな。台風がね、なんか直撃をするとさすがに沖縄でも台風休みになるそうですけど、今台風の、暴風域は沖縄本島から、少し東の方、失礼、西の方にありまして、久米島周辺が風が強いそうです。さて、そして時刻はただいま13時です。これどうかな、モノレール動いてるのかな、まだわかんないんですけど、調べてから出てくればよかったな。あのさすがにね、10時チェックアウトなんで、あそこ止まってたところは10時までに、ベッドは出てきたんですが、ただあの休憩用のロビーみたいなところ、今日は臨時に開放してくれまして、本当はチェックアウト終わったらね、建物から出なきゃいけないんですけども、今日は台風なのでということでした。今も風はまあ強いですが、今のところそんなに、広くはありません。だいぶ、もう暴風域も抜けたのかな。相変わらず強風域の中におりますが、そんなに昨日と状況は変わりません。あ、モノレールの乗り場誰もいないからまだか。那覇空港に行きたいんですけどね、バスに乗るしかないかな。おお、この龍坊ってやつ、まあ、よくわかんないですけど、あのデパートみたいなやつあるんですけど、これ休みか。へえ、沖縄って台風に慣れてるっていうけど、もうこんな風になるんですね。すごいすごい、もうさすがの那覇市民もビビる強風ですよ。これは出てくるべきではなかったな。強風域は出たから大丈夫と思ったのですが、もしかしたら競技は暴風域出てなかったのかな。まだ引っ込んでいるべきだったかもしれません。モノレールは当然運行できませんが、自動車は走っています。でも車の数も少ないね。台風ってのはね、もともと南の海で、暖かい海水からエネルギーを得て成長しますんで、ここはまさにそのエネルギーを強く持ってきているところなんですよね。上陸するとどんどんその強さが失われるそうですけれど、特に上陸もしてないし、今力を強めている真っ最中。これはすごいな。さっきはもっとすごかったはずですよ。ダメだ、これはダメだ。もうね、あの私も今ようやく調べてきたんですが、ちゃんと外出する前に調べるべきだった。あの琉球バス交通、バス会社ですが、今日は始発から、全便運休、終日運休だそうです。飛行機がね、一応飛ぶということで今のところ出てるんですが、これダメだな。こんなんで飛ぶわけないよな。いや、風の音が落ち着いたんで出てきたんですけど、しかも最初出た時はね、まだ普通だったのに、どうしようかな、こんなところで出てきてしまって、これは良くない動画です。とりあえず今もう風の猛攻が来ておりますんで、あの自転車とかよく倒れないで走れるなって感じですけどね。この猛烈な攻撃はとりあえずここでしのぐしかありません。今外出っていうか、ここを離れるのは危険だな。みんなこの中に避難してきています。うわー、まずいことしてしまった。ここからさっきのドミトリーまで、まあ、戻るしかありませんけど、それでもあとまだそこまではだいたい走っても 2,3 分かかります。ちょっと危険だな。ここにいればまあとりあえずは雨はしのげますけれど、風は吹いてくるかな。いや、うっかり出てきたばっかりに本当にまずいことになった。那覇空港の風速ね、40メートルだそうで、今日一応16時の飛行機を予約してるんですけど、絶対飛ばないよこれ。ダメだこれは。いやー、さっき本当にあのゲストハウスを出た瞬間からこれだったらこんなところまで来ることはなかったんですけどね。那覇空港まで行く道がそもそももう今通行止めになっていて、まともに空港へ至ることもできないようです。空港には大勢の人が取り残されているそうです。まだ那覇市内にいられるだけ良かったけれど、でも歩き回るのも危険です。ちなみに一応お伝えしておきますが、今日の予算は7300円ということになっています。ただし使うことも満足にできない可能性が高いですが、ダメだダメだ、このままじゃもう吹き飛ばされるよ。いつかものすごい突風がたまに吹きますんで、この郵便局の ATM コーナーに避難しよう。ここはずっと空いてる。とりあえずこんなところにあんまり長居はしたくありませんが、命の危機はありません。まあものすごい風でこのガラスが割れて中に入ってくるってこともあるのかもしれませんけどね。あの車もほとんど動いてないし、外で歩いているのも、ね、ほとんど観光客のようで、まあ、もしくはどうしようもない仕事の人とかタクシーの人もいますけど、うん、やっぱり沖縄県民はこういう時に台風の時どう振る舞えばいいかちゃんと心得てるんだろうな。モスバーガーとかもね、全部休みになってますし。
今ですね、とりあえず雨は強まってるんですけども、風が今あまり吹いてないので、この隙に逃げようと思いますが、ちょっとですね、これビデオカメラはもう回さない方がいいかもな。身の安全が第一だ。もう吹き飛ばされた時のために両手を開けとこう。さて、それからさらに1時間30分ほど経ちまして、今14時53分ぐらいです多分。で、私の乗る飛行機は16時発ということになっていて、風は相変わらず強いのですが、さっきほどの大嵐ではありません。ただまあこれは嵐と言うだろうけどな。で、画面曇ってる。日本航空からはですね、特に、遅れるとか欠航するということは特に何も発表がないのですが、多分昨日のうちに沖縄に来ていた飛行機を使うんでしょうね。だから空港の状況によっては、飛行機は出せるということになるんだと思いますが、猛烈な音だ。ちょっとまた吹いて。で、その天候調査っていうのがね、まだ終わってないんです。なんかもう出発の直前になって欠航するとかそういう場合もあるみたいで、もう飛ぶかどうかは分からない。で、まあ、逆に言うと、まだこの直前のタイミングになっても JAL は飛ばないとは言ってないわけです。だってバスももう路面電車じゃない、モノレールも運休ですが、しかしここからね、タクシーであれば8分で那覇空港まで行ける。それ結構近いんですね。だから、まあ、とりあえず行ってみよう那覇空港まで。今日の夜の JAL 便はなんか羽田行きが動くって言ってるんで、最悪夜の名古屋行きに乗れるかもしれない。はい、着きました。那覇空港。このタクシー代の形状をどうするかまた検討します。あ、お客さんもいっぱいだ。もう那覇空港へ来るには今タクシーしかありません。そしていろんな案内が出てる。ものすごく混んでますけど、一応 JAL もかなりやる気は出しているようです。私の乗るピンは今満席と表示が出ている中部行き16時発44便ですが、今天候調査中。周りの便は欠航が多いですけれど、この便は出せなくはない様子。また福岡行き宮古行きが一応遅れるけれども出すということになっているので、これも遅れるけど出る、そうなるでしょうね。出発までまだ50分あります。どうせ遅れるに決まっています。まあそれで甘く考えるのも問題ですが、ともかくしかしまだ時間はあるの間違いないと思いますので、ゴーヤチャンプル。でもこのカツ丼も美味しそうだな。でもゴーヤチャンプルにするか。ゴーヤチャンプルめちゃくちゃ美味しかったな。久々に苦いという感覚を使いましたんでね、野菜もあんまり食べてなかったし。飛行機の出発まであと30分。かなりなんか上の方もガヤガヤしてきましたけど、今からこのまま急いで行けば間に合うはずです。飛行機は時間通り出るそうです。驚くべきことだ。